いやでも鎌倉市役所に行くことがまずまずないから、あ、自分もそうですね、仕事してなかったら行かなくて、うん、すごいな。でもそんなにスタバがね、さっき写真で見たけどあんな綺麗だと思わなかったね。いやなんかいろんなスタバ行こうかなと思ったんですよ、あの市役所の目の前のところって、はいはいはい、そこまでなんか綺麗なところってないんですよね。なんかメニューはオリジナルってあったりした？あ、特には変わんなかったです。あの変わんなかったんですけど、うん、いやなんかね、いいところで飲むとなんかいいように思っちゃうんですよ、なんか人間の差が。分かる分かる、それ分かる、本当になんかで結構なんか、あ、ここでちゃんとなんか仕事をしてますよ感を出したいから、うん、はいはいはい、結構まだ時間も終わってないのに、うん、鎌倉市役所目の前のあの下まで結構長くいて、はい、うん、思わずこうパソコンをね、はいはいはい、何も作業しないのに開いてしまうっていう、あ、ね、それね、完全にね、スタバの戦略で困ってますよ。それはね、あの言ってた、本当にスタバって値段がね、そんなに安くないんだよね。そうそう、でも安くないんだけど、その中の空間作りでここにいてほしいっていうものがね、できてるのね。だからオフィスと自宅とその間を作ってるらしいよね。そう、だからあのすごく安くて値段もあの値段でいけるよっていう。思わずマフィン買っちゃいましたもんね。マフィン買っちゃいました。コーヒーだけ飲もうと思って思わずマフィン買っちゃいましたもんね。いやー、長く言い続けられるわけだよね。あれね、うん、結構その他のコーヒー店のあのフランチャイズの社長さんの知り合いいるけど、うん、やっぱ研究してるスタバをすごく。あー、やっぱ一番スタバの勉強になるんですね。うん、店作りの研究ってすごくしてる、本当に。でそれでやっぱりどうやって違うのかっていう店作りのコンセプトを結構持ってて、だからスタバはそういうようなところで、ね、やってるじゃんね。でだけどあえてあのもう本当に都内とかじゃなくて、もう郊外にあのいわゆるスタバじゃない形のカフェを作るっていうのでフランチャイズ展開してるところはね、知り合いでいるよ。あ、なるほどなるほど。大きなところだけど、そう、その社長さん元気かなと思うけどね。そう、岐阜の方だからね。そう、でもね、都内に、ね、いっぱいビル持ってるの。ですね、だから、うん、そのね、たまたまスタバの話になったんですけど、うん、行ったんですよね、仕事のあれで。なるほどね、うん、行ってこうみんなにちょっとあのこんなスタバあるよみたいな自慢したいなと思って。スタバね、本当に最近俺ね、スタバはねおしゃれで見るんだけどね、なかなか入りに行くことないよね。だから最近あれですね、青森、事務所出身青森なんですけど、青森ってスタバないんですよ、うん、ないの2年か3年前ぐらいにスタバができて、うん、それでもうニュースになるぐらいだったんで、うん、それまでなくて、だから青森の人としたらスタバに行ってるっていうだけでもうめっちゃ自慢になるんですよ、うん、今は自慢にならないですけど、うん、だからもうそれがあるんで、うん、スタバ行ったらなんかこうちゃんと都会にいますよみたいな。あ、なるほど。でもね、思い返したら俺静岡だけど住んでた町スタバなかった。まあ昔なかったわ、そう言われたらすいませんっていうね。確か東北初だったじゃないですか。確かそう、で新聞とかニュースで出たんで。なるほど、すごいね、本当にもうスタバトークでね、めっちゃまさかスタバでね、めっちゃ盛り上がりました。盛り上がりました。そう、本当ね、うん、かわいい非公認あのキャラクター、うん、ワンナムちゃん久しぶりに会った感じしますね。ね、本当に可愛い。そうっていうなんかね、それだけ言いたかったんです。それだけ言いたかったワンナムちゃん。